はい、どうも、正攻法で負けない FX、のりまるです。今日は2020年5月の5日、子供の日ですね。火曜日です。今時刻は10時31分ですね。今日も今の時刻に、チャート観察としてあることをお伝えしていければいいかなと思います。よろしくお願いします。昨日からの続きですね。昨日、週明け、月曜日の動きというところだったんですけれども、世間はね、ゴールデンウィーク真っただ中っていうところで、流動性の低下、レンジの動き、過去の、ね、チャートの流れからずっと、売り傾向が続いてきているわけですけども、そういった流れ、加えて、今週の末には雇用統計ですね、5月の頭の雇用統計、こちらが控えているというところで、ある程度こう戻すような動き、もしくはレンジの動きというところを想定して、チャートを見ていたところですね。で、この緑の線だったり黄色の線だったりというところでこうイメージを持っていた。雇用統計という例えばね、ドーンと上がることがあれば、こういう高値から売っていきたいなと。もしくは、この、ラインですね、ネックライン、4時間足目のネックライン、109.9 かな。このあたりからの、戻り売り、このレンジですね、そういったところを想定して見ていたわけですけれども、現状、昨日ね、一旦こう、高値チャレンジしに行ってから、ここの高値ですね、これが1時間とか30分足目のネックラインなんですけども、こういうところですよね。この戻り高値。ここにタッチしていってから、今、戻り売りが入ってきたと。想定した通りというかね。ここを抜けていけば次はここから。どちらにしてもね、売る選択肢を持っていたので、自分はね、106.86 っていうところからね、今、売りのポジションを持って、もうしばらく保有していこうかなというふうに思っています。で、現状ね、直近の安値を抜けていったので、次はここですよね。これがね、4月の30日、月末23時にね、ドーンと、この4時間のトレンドをブレイクしていった、強い買いが入っていったところなんですけども、今の流れでね、それを全戻しというか、戻り売りが入って、この安値を試しに行くような動きになっていると。で、ここを下抜けるか抜けないかっていうのはね、正直わからないですけども、今の流れからすると、週末に雇用統計を控えているっていうことから、高値が106.9、107円で、安値がこの安値ですね、106.5、106.47、40、こういうところの、レンジを作ってくる可能性が高いのかなと、それを踏まえてね、様子を見ていこうかなというふうに思ってます。なので、もしばらくしたらね、このポジションは、決済しようかなと思ってます。短期足レベルのね、切り上げを待って決済しようかなと思ってます。なんで、一旦この切り上げ を待ってからね、売っていこうと思ったんですけど、これはもうね、すでに死のりは崩れているというか、下割っていったので、自由方向に、売り方向に傾いていったっていうところですね。で、今の流れから下サポートから反発をして再度こう高値を試すのかって言われると、なかなかね、ここまでこう4時間足目で売られてくると、厳しい状況があるのかなと。なので、この後も、戻ってきたら売る、戻ってきたら売るっていうところを見て、チャートを見ていこうかなというふうには思っています。で、その戻ってくる目安としては、今ね、この直近の安値はここを抜けていったので、短期足レベルのね、ここですね、106.6 とか、実際にはここでね、小さい持ち合いをして、そこをこう抜けていったっていう動きがあるので、この辺ですね、106.7 ぐらいかな、106.7 ぐらい、このぐらいのラインを抜けてったっていうところから、このね、レンジを抜けてったので、今この、短期足レベルの、これが30%ですけども、このトレンドが発生していると。なので、こういうラインに戻ってくれば、再度ね、戻り売りが入ってくる可能性があるので、戻ってくれば再度ね、こういった抵抗体、レジスタンスを見て戻り売りを狙っていきたいなと思います。あとは、週末の動き、雇用統計に向けての動きで、一時的にね、ドンと上げるのか、そのままドカンと下がっていくのか、ただ今ね、予想されている雇用統計の数値っていうのが、もう歴史的に悪い数値っていうのはね、もう目に見えて明らかなものであって、それが、市場が織り込んでいる状況っていうのも、十分考えられるというか、そもそもね、
今の流れを、まあ、打ち消すのはね、その好景気に向かうような流れだったり、まあ、経済政策だったりっていうのを打ち出すのがなかなか難しい、まあ、今社会情勢の中にいるので、まあ、混乱の中にいるので、まあ、まともに考えればある程度上がった後に、まあ、下がっていくだろうなと。で今見てるのがこの4時間日足の戻り湯ですよね、うん、で一つの目標がこの106円まで、まあ、そこまで今現状でね50ピップスくらいですけども、ここまで来るとね、まあ、一旦の反発は見込めそうですが、やはりねこの日足の戻り売りこれが強いので、まあ戻ってきたらまあ売りたい、まあ、この選択肢はねまだまだ変わんないかなというふうには思います。はい、で次ユーロドルですね。はい、ユーロドルドーンとこの日足の切り下げを抜けて、この直近高値戻り高値を超えてったっていうチャートですよね。そこから戻ってくる流れがあって、4時間足レベルでこの押し目買い、この切り上げからの押し目が狙っていきたいなというところを見ていたわけですけれども、どうやらね、まあ、そんな流れに、まあ、なれるのかな、なりそうなのかなと。で、一旦週明けの動きで戻ってきたらね、こういうところからまあ戻りを狙っていきたいなと思ったんですけど、そのままダーダーダーと下がっていってしまったので、今度はね、まあ、安い位置から買う選択肢を持ってこの先のチャートは見ていこうかなというふうに思っています。で今いる位置がここですね。このライン、まあ、以前抜けてったレジスタンス、そこに今接近してきている状況で、これがだいたい109円付近の攻防ですよね。でこの高値がまあ100、違う、 1.08、 1.09 で、この高値が 1.089 とかそういったラインになってくると思うんで、まあ、1.09 を少し下抜けたような位置、この切り上げ4時間シェルの切り上げに当たるような位置から、この辺りね、横の動きを作るようなことがあれば、そういった位置から押し目買いを、まあ、狙えるチャンスがあれば狙っていきたいなと思います。こんな今のところね、この緑の、あの青いイメージですね。でもちろん、まあ、突発的な動きでドーンと割り込んでこういう安値を試しに行く可能性はあるわけですけども、現状ね、この4時間足日足レベルの切り下げを抜けていったラインが、まあ、こういうところなので、まあ、こういうところはね、あの抵抗体として機能しやすいですよね。まあ、今現状 1.09 近辺の攻防、この辺りでまあレンジを作ってくれば、例えばここで窓を開けたところを埋めに行くような、まあ、一時的にでも、まあ、買いのターンがやってくるというところで、まあ、この買いの部分を、ね、まあ、狙っていけたらいいかなと思います。値幅でいうと 1.09 から 1.0975 この辺までですね、70ピップスぐらいで、短期足レベルでこの部分で、まあ、現状でね、まあ、ダブルボトムを作って、まあ、戻り高値を一旦超えてきた動きがあるので、まあ、下がってくるとするとこういうところ、まあ、やはり 1.09 近辺ですね。そういったところまで下がってくると、まあ、一旦の買い場が出てくるかなというところで様子を見ていこうかなと思ってます。でもう一つ、こちらもね、あの様子を見ていた通りなんですけれども、安い位置まで来たら買いたいなと、まあ、日足レベルのダブルトップを作って、まあ、売られてきたので、このままレンジのサポートまで下がっている可能性はあるわけですけれども、まあ、今の勢い、まだね、この日足面の移動平均線に乗って、こうレンジの予想ですね、安値を切り上げて、高値が 1.265、1.26466、この近辺の動きなので、まあ、この持ち合いを想定してね、まあ、しばらくは見ていけるのかなと。で、その後は、まあ、雇用統計の結果次第ではあるんですけれども、今一旦ね、ちょっと強く売られてきてしまったので、まあ、高い位置が来たら売るっていうのは一旦の選択肢ですが、このサポートですね、この4時間の、まあ、ネックライン、1.24 かな、 1.24 近辺で何度もね、こうサポートされる動きだったり、この切り下げを、まあ、抜けるような動きになるようなことがあれば、そこはね、いい買いのチャンスになってくると思うので、まあ、昨日とね、昨日と同様の、まあ、チャートの流れ、チャート観察、シナリオではありますけれども、まあ、それを見据えてね、この先もチャートを見ていこうかなというふうには思ってます。そんなところかな。はい、今日はゴールデンウィーク真っ只中、全国的に晴れてるのかな、まあ、なかなかね、自粛ムードで、外出が外出しづらい状況にはありますけれども、まあ
3密、まあ、接触しないだったりね、まあ、人混みに行かないっていうことを、まあ、守れば、まあ、十分外出することはできますし、お散歩することはできますし、気分転換でね、まあ、人混みには行かないっていうところでね、まあ、注意しつつ、まあ、日の光を浴びてね、まあ、エネルギーを吸収して、今日も元気に過ごしていきたいなというふうに思います。それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた更新します。